ラウンド6決勝レース今スタートしました。それでは出走レーサーご紹介しましょう。まず先頭スタートナンバーワン、ホワイト大西優、その後ろナンバーツー、ブラック才木翔太、3番手はナンバーフォー、ブルー長澤武史、その後ろナンバーツー、レッド内山正隆、5番手はナンバーファイブ、イエロー山本健也、そして最高峰スタートナンバー6、グリーン横山久則。以上6名の選手、ラウンド6一番速いやつは誰か。さあ6名の選手、静かに今ホームストレートから2周回が完了していきました。どういったレース展開、結末、ドラマが待っているか、大注目です。さあ第4コーナー、ホームストレートからペーサーがバンクから外れ、ペダロン、さあペダロンと同時に前に飛び出した最高峰スタートナンバー6グリーン横山久則、しかし大西優が先頭キープ。さあここで2名の選手でのホームストレート4周回となりました。さあ外からナンバー4ブルーの長澤武史が上がってくるが、おっとその前にナンバー2ブラック才木翔太が上がってくる。以前先頭ナンバー1ホワイト大西優がインを取っている。さあここでファイナルラップ、さあ全速力駆け上がるはナンバー2ブラック才木翔太、その外ナンバー4ブルー長澤武史もやってきた。この2名でのデッドヒートなるか。今フィニッシュ、 This is 武史長澤。虎視眈々と才木選手の後ろから最終バック第3コーナーで前に出たナンバー4ブルー長澤選手。さあそして最後この2名によるデッドヒートスプリント勝負となりました。最終ホーム、この才木選手の必死の食らいつく競争、そして風の抵抗を少なくしての見事なフィニッシュ、長澤選手、上からの映像でもくっきりと最初にゴールラインを通過していったのが見えます。第1位ナンバー4ブルー長澤武史、第2位ナンバー2ブラック才木翔太、第3位ナンバー5イエロー山本健也。さあ初参戦ながらチャンピオンに輝いたお気持ちいかがですか。いやもう素直に嬉しいですね。 ありがとうございます。さあ今回3コーススタート、もう実力者揃いでしたが、どうレースを組み立てようと思いましたか。まあ、初手の位置が結構いい位置だったので、いやなんか一発あるかなと思ったんですけど、才木君のまくりに乗って、はい、よかったです、はい。いやもう実力がしっかりと出ました。さてそのラストはですね、おっしゃった通り才木選手とのスプリント勝負でした。ゴールした時どういった思いがありましたか。いやもう嬉しいですよ。もうそれはそうですよね。はい、ありがとうございます。それでは最後にこの熱い決勝レースを見届けたファンの皆さんに向けて一言お願いします。いやまあファンはいないんですけど、はい、完全優勝で良かったです。もう今日をもってたくさんのピスト6からファンが増えたと思います。本当ですか。もちろんでございます。ですよね皆さん、はい。ではラウンド6チャンピオンは長澤武史選手です。おめでとうございます。 Congratulations。